来月27日に投開票される自民党の総裁選挙をめぐり、小泉元環境大臣は来月6日に記者会見を開いて立候補を表明することを決めました。小泉氏は当初30日に記者会見を開いて出馬を表明する予定でしたが、台風10号の影響を踏まえて6日に延期することを決めました。 また、林官房長官も当初27日に出馬表明する予定でしたが、危機管理対応を優先し、3日にも表明する方向で調整しています。このほか、高市経済安保担当大臣は来週後半以降に、茂木幹事長も来週表明する方向で調整しています。総裁選は来月12日に告示され、27日に投開票が行われます。